そんな感じでね、次の曲でした、はい、次の曲、はい、先言うたからね、この後は三店長がっていう話もしたから、はい、じゃあ次の曲に行きたいと思います、はい、ちょっと準備していいからね、つないでいて、あ、面白い話、じゃあもうないで面白い話、じゃあつないでください、面白い話、そんならね、懐かしの歌メドレーいきましょうか、まずは、ね、岩崎宏美さんの歌いきましょうか、はい、A マイナーさあ眠りなさいここまでいいですよ、ここまでいいですよ、とってもだ、それではね、堀内孝雄さんの曲、君の瞳は1万ボルト、人間の目は発電所かい山口百恵さんの曲、まだ行くか、緑の中を走り抜けて馬ちゃんのイノシシそれこの間、どっちや、掃除機の方で見捨てたやつな、はい、見捨てた、見捨てた、私が準備してる間に歌って見捨てたやつ、コードが全然合わんかった、はい、ここから動画でお願いします、次の曲はですね、あの、はい、世界初の画期的な曲でね、そうですね、はい、あの次の曲を聴くと明日の天気予報が分かってしまうという、素晴らしい、もう世界初の、はい、もうあのスタップ細胞ナビのね、あの世界初の回でございます、スタップ細胞はねありません、ということでやらせていただきたいと思います、明日の天気いきますよ、誰がチリチリや、それこそドリオか大爆笑大爆笑